長期分散投資の投資について学びたいという方からのやはりご相談いただいてます。役立つブログは何でしょうかと、あと何から始めればいいんでしょうかというご相談ですね。まあどこから始めればいいのか、何から学ぶか、まあ投資について学ぶというと漠然としますよね。まあ短期投資だと FX とか仮想通貨とか派手なものもありますし、なんかギャンブル的な印象を持っている人もいるんですけども、とにかくですね、投資について学ぶならまず投資金額をどう増やすかということを考えたいですね。まず3つしかないんですよね。節約するか収入を増やすかということしかないんですよ。あと、まあ、お金を増やす方法として3つということなんですけども、もう1つはお金がお金を生む投資ということですね。でとにかくですね、 S&P500 の米国株インデックス投資に楽天証券で投資しましょうと、まあ、これだけ覚えておいてくれればいいかなと思います。あとその実行ですね。フィリピン移住、体調不良の場合ですね、フィリピン移住された方からのご相談をいただきました。